ヘンリー・ルーズベルトヘンリー・ラトローブ・ルーズベルトはアメリカの海軍軍人。ルーズベルト系一族としてニュージャージー州モリスタウンで生まれた。父は海軍に勤めていたニコラス・ラトローブ・ルーズベルト、祖父はニコラス・ルーズベルト。1896年に海軍兵学校に入学したが卒業しなかった。海兵隊中佐となり米西戦争に従軍した。フィラデルフィア。 パナマ、キューバ、ハイチに駐留した。1920年に引退後、1923年から1928年に RCA の欧州マネージャーを務めた。また、トルコのアンカラとポーランドのワルシャワの大きなラジオ局で監督を務めた。1933年にアメリカ合衆国に戻ると、すぐに海軍長官、クロードスワンソンにより、 海軍実艦補に選ばれた。セオドア・ルーズベルト、フランクリン・ルーズベルト、セオドア・ルーズベルト・ジュニア、セオドア・ダグラス・ロビンソンに次いで、その地位としては、ルーズベルト家で5番目である。スワンソンの病死により、代理の海軍長官となった。戦争抑止力として、海軍の強化を求め、多くの査察や演説などの行った。1902年、カリフォルニア州巡回判事。 w w モローの娘、エレノア・モローと結婚した。ウィリアム・モロー、ヘンリー・ラトローブ、エレノア・キャサリンという3人の子供がおり、エレノアはアメリカ合衆国会議員、ジェームズ・ウォルコット・アズワース・ジュニアの息子、ルベルディ・ワズワースと結婚した。ベセスダ海軍病院で腸のインフルエンザ後の心臓発作で死亡した。ありがとうございます。